本校ではカリフォルニア州の政府について記す。カリフォルニア州は三権分立による民主的共和制を採用している。行政府は州知事とその他の憲法に規定され選挙で選ばれる役人により構成されている。立法府は下院と上院からなるカリフォルニア州議会である。司法府は最高裁判所と下級裁判所で構成されている。 また、発議権、住民投票、リコール及び批准によって、有権者の直接政治参加も認めている。行政は、州の機関と委員会を通じて行われ、また、軍、市、及び教育学区などの特別地区からなる、地方政府によって執行される。カリフォルニア州憲法は、世界でも最大級に長い法の集積であり、110ページがある。 この長さの原因の一部は憲法修正条項という形を取る有権者発議が多いことによっている。州憲法の個々の権利に関する規定の多くは連邦憲法における権利焦点よりも広い範囲で捉えられていると解釈されてきた。その良い例が言論の自由に関するプルーンヤードショッピングセンター対、ロビンズ事件判決である。これでは アメリカ合衆国憲法修正第一条で要求される言論の自由よりも広い州憲法解釈がカリフォルニア州裁判所によりなされた。ビッグファイブとはカリフォルニア州政府の州知事、州議会会議長、会員少数党院内総務、州議会上院会議長及び上院少数党院内総務からなる非公式の機関である。ビッグファイブのメンバーは私的に会合を持ち、 議会で課題になっている法案を検討する。カリフォルニア州議会における党員集会の指導者は党の選挙運動資金もコントロールしているので、党員に対して大変大きな影響力を持っている。このためにビッグ5の会合でも党員の票をバックに影響力を行使できる。もしビッグファイブの5人がある法案を支持すれば、それは成立したに等しくなる。 カリフォルニア州公共事業委員会、サンフランシスコに本部があるカリフォルニア州の行政府は州知事が長である。その他の行政役職として副知事、検察長官、州勤務長官、州財務官、州会計検査官、州保健長官、及び州公共教育監督官がいる。これらの役職者は4年ごとに同時に行われる選挙で個別に選ばれている。 役職者は2期まで務めることが可能である。過去に選挙で選ばれていた会計監査官、検査長官及び最高裁判所事務官は現在亡くなっている。州知事は議会で承認された法案に署名して成立させる権限とこれを拒否する権限がある。これには個別情報拒否権も含まれている。また判事を指名し、有権者による批准に従い、州予算を提案し、 毎年教書演説を行い、州兵軍を指揮し、議会による弾劾を受けた者を除いて、いかなる犯罪者にも恩赦を与える権限と責務がある。州知事と副知事は、カリフォルニア大学理事会の学外役員でもある。副知事は、カリフォルニア衆議会上院議長であり、知事が州を離れる時を含め、知事が執務できない時に知事を代行する。知事とは別に選挙されるので、 知事と異なる政党から選ばれる可能性がある。2006年では共和党のアーノルド・シュワルツェネッガー知事に対して民主党のジョン・ガラメン・ディが副知事が選ばれていた。これは時として興味あるシナリオを生むことがある。民主党のジェリー・ブラウン知事が州を離れていた間に共和党の副知事マイク・カーブが一時的に外交し空席になっていた判事を指名し、ブラウンが 拒否権を使うか署名していたであろう法案にそれぞれ署名するか拒否権を行使した。州政府は数多い部門に組織化されており、その大半は知事に直属する人の数を減らすために、機関にグループ化されている。例えば、州運輸部と州警察カリフォルニアハイウェイパトロールは、州事業交通住宅機関に属している。健康管理部は健康人的サービス機関ではなく、 事業交通住宅機関に属している。産業関連部は事業交通住宅機関ではなく、労働労働力開発機関に属している。一般に閣僚レベルにある機関の長は長官と呼ばれ、部門の長は部長と呼ばれる。例外の一つがハイウェイパトロールの長であり、所長と呼ばれている。 州政府機関と部門の大半は州とサクラメント市あるいは市に近いサクラメント群内に本部を置いている。また大きな機関や部門は州内に地方事務所を置いており、サクラメントの本部に報告している。この例外として著名なものはカリフォルニア州公共事業委員会と産業関連部であり、どちらもサンフランシスコに本部を置いている。 サクラメントにある州議会議事堂詳細はカリフォルニア州議会を参照カリフォルニア州における法の基本形態は共和制であり選挙で選ばれる上院と下院で民主的に収められる最高法は憲法でありカリフォルニア州最高裁判所により解釈が与えられる最高裁判所の判事は州知事によって指名され次の一般選挙で審査される憲法は 有権者が承認した発議で修正できる。発議は知事、議会あるいは住民請願によって提案される。このことでカリフォルニア州憲法は世界でも最も柔軟な法体系の一つになっている。憲法では衆議会の上院と下院による両院制を規定している。カリフォルニア州議会はやや異常な選挙区の再編を行う慣習がある。その結果、 上海とも選挙区は一つの政党あるいは別の政党に有利なように惹かれており、選挙で突然政党が入れ替わることが稀になっている。1872年、カリフォルニア州はデイビッド・ナドリー・フィールドの指導によりその州法、体系化を始めた。カリフォルニア州はその法を名前の付いた法典に体系化したことでは、ニューヨーク州に続いて2番目の州になった。 1840年代より前、あらゆる古文老の司法権の下にある議会では、完全に行き当たりばったりで法が成立され、成立順に出版していた。その結果、現在どの方が有効かを判断するために、法律家は最も初期の該当法を見つけ、そこから現在まで異なる日付で成立した一元の法の道筋をたどり、どの規定が拡張され、どの規定が廃棄され、 どの規定が優先されるかを判断することになる。法体系の利点は、一旦立法者が法体系の修正として法を起案する習慣に慣れれば、法体系の公式コピーがその時有効な法を反映していることである。この時以来、アメリカ合衆国の全州及び連邦政府がカリフォルニア州とニューヨーク州の例に習い、その法を体系化した。しかし、 一つの法を番号付き表題に分けることが好まれている。今日、カリフォルニア州、ニューヨーク州及びテキサス州のみが主題分類に沿った法体系を維持している。カリフォルニア州法典の多くの条項がアメリカ合衆国全体で有名になってきた。例えば事業と専門職務条項一万七千二百、民事訴訟百二十五点一六、刑法八十七。 および、刑法667と1170.12などである。また、連邦法の証拠法は、カリフォルニア州の証拠法の成功により影響を受けた。抑制と均衡の仕組みの一部として、議会は執行府の機関が用いる、予算、組織及び手続きに影響する、立法権がある。執行府の政策立案委員会に市民を指名する、権限と機関の理事として、 議員を指定する権限もある。知事が行う多くの使命は議会承認の対象である。カリフォルニア州の司法はアメリカ合衆国の中でも最大の組織になっており、法に関する専門的な訓練を受けた判事が任に当たっている。カリフォルニア州の判事になるためには法律実務を行う認証を受けていなければならない。全体で約1600人の判事がおり、 年間800万件を扱っている。補助員が1万9000人おり、検査官や審理人のような判事に相当する者が400人いる。連邦裁判所の場合は、判事の総数が840人である。ニューヨーク州やテキサス州は事実上さらに多くの司法不役人がいるが、その大多数は法律家ではなく法に関わる正式の訓練を受けていない。 カリフォルニア州には以前裁判員が加わる治安判事裁判所があったが1974年にカリフォルニア州最高裁判所が全員一致で被告人を投獄する可能性がある刑事裁判を放送会のものではないものが取り仕切ることは適正手続き違反であると裁定してから次第になくなっていった。今日カリフォルニア州の司法体系は最高裁判所 控訴裁判所と上位裁判所の3段階に分かれ、最高裁と控訴裁は上位裁判所の判決を審査する上告裁判所として機能する。裁判官の選別と保有はミズーリープランの修正版のもとに行われている。カリフォルニア州最高裁判所、サンフランシスコにあるカリフォルニア州最高裁判所は主席判事と6人の賠席判事で構成され、知事により指名され、 カリフォルニア州判事指名委員会によって確認される。指名の後の一般選挙及び12年間の任期の終わりごとに有権者によって審査される。最高裁判所の判決は下級裁判所をすべて拘束する。最高裁判所は人身保護令状手続きなど様々な場合に第一裁判権があり、高祖裁判所の判決すべての審査権と第一審で、 死刑判決が出た場合に自動的に控訴させる権限がある。最高裁判所は年間約8800件を取り扱う。ただし大半の場合は審問が裁量に任され、請願の大多数をコメントなしで却下している。毎年100から120の訴訟について聴聞し、完全な意見書を寄贈している。そのうち約20件は、 死刑判決の自動控訴である。最高裁判所はサンフランシスコに本部があり、支部はロサンゼルスとサクラメントにある。3カ所のすべてで毎年口頭弁論を聴問している。最高裁判所はカリフォルニア州司法委員会を通じて下級裁判所を監督している。またカリフォルニア州法廷弁護士会を通じて法律専門職を監督している。 弁護士の任命会人は法廷弁護士会の推薦で行われ、その後最高裁判所で定期的に批准されている。カリフォルニア州法廷弁護士会は会員数20万人とアメリカ合衆国の中でも最大であり、そのうち15万人が実際の活動を続けている。カリフォルニア州高訴裁判所は1904年の憲法修正によって司法府に追加された。 高層裁判所は、サンフランシスコの第一高層地区、ロサンゼルスの第二高層地区、サクラメントの第三高層地区、サンディエゴの第四高層地区、フレズノの第五高層地区及び、サンロゼの第六高層地区と、計六カ所の地区に組織化されている。これらの地区は、州内9カ所の19の部門に分かれ、205人の判事が務めている。最高裁判所とは異なり、 構想裁判所は、顧問論を採用する国の非公式伝統に従い、すべての訴訟当事者は少なくとも1回の構想を行う権利があるというルールで審査を行う義務がある。このことで実際に年間約1万6千件の構想があり、1万2千件の意見書が書かれている。すべての構想が意見を正当化するほど適切に追求され、あるいは出来栄えが良いわけではない。 ンローのもとで、裁判所の意見自体は、洗礼拘束の原則に従って、法的に有効である。しかし、その膨大な負荷のために、構想裁判所は裁量意見のみを出版する、要選択できる短絡法を認められている。このやり方で意見書を素早く起草し、偶然悪法を作ってしまう恐れなしに、多量の訴訟を処理できている。その意見書の約7%のみが出版され、 中法の一部になっている。高祖裁判所判事は最高裁判所の判事と同様に選別され、確認され、審査されるが、高祖地区の選挙民のみがそこの判事を審査できる。ロサンゼルス軍上位裁判所カリフォルニア州の58、軍それぞれが独自の上位裁判所を持っているので、その総数は58となる。民事事件及び刑事事件に対する一般的司法権があるが、 政府機関に対する法律で第一裁判権が留保された労災保障のようにある限られた範囲は例外である。1998年以前、各軍は自治体裁判所あるいは治安裁判所があり、いくらかの訴訟を聴聞させていた。1998年6月、カリフォルニア州は憲法修正命題220を成立させ、各軍には 第一審を一つだけ持つべきかを判事に判断させることを認めた。2001年までに58軍すべてがその裁判所を単一の上位裁判所にまとめた。上位裁判所の判事はその6年任期の間に空席が生まれるか任期を務め上げて人党派選挙で軍有権者によって選出されるかした場合に判事候補評価委員会によって調査された後に知事から指名を受ける。 さらに選出された者も,も指名された者もすべての判事は6年ごとに再選挙の宣令を受ける。上位裁判所判事はすべてカリフォルニア州法廷弁護士会の会員であるか、就任前に10年監修の中で判事であったもので、ある必要がある。全部で約1500人の判事がおり、380人の検査官と35人の審理人が補助している。 カリフォルニア州において中間にある高訴裁判所の上位裁判所に対する権限は、連邦政府の高訴裁判所の地区裁判所に対する権限とは全く異なっている。まず、高訴裁判所はすべての新しい法律問題に裁定を下したときに、州内すべての下級上位裁判所を拘束する。しかし、他の高訴地区における訴訟当事者は、その高訴裁判所に対し、 上位裁判所の逆の裁定を控訴することができ、その控訴裁判所は異なる裁定を行き渡らせる権限がある。このような矛盾が生じると、最高裁判所が審問を受け入れ州全体の裁判所を拘束する単一の裁定を下すまでは、上位裁判所に好みの裁定を選ぶ裁量の余地がある。しかしその上位裁判所が、そのような矛盾が生じた一つの控訴地区の中にある場合、 高素裁判所の裁定に従うのが通常である。カリフォルニア州は軍に分割されており、軍が法的な州の小区分である。州内には58軍があり、480の都市、約3400の特別地区と教育学区がある。特別地区は具体的な公共計画と公共設備を有権者のために運営し、その協会の中で、 行政的あるいは所有者としての機能を果たすための州の機関として捉えられている。地方政府の権限の詳細を支配下に置くために、州議会は1963年にサンフランシスコ軍を除く全軍に地方機関結成委員会を創設した。ありがとうございます。